皆さんこんにちは。えー、高取です。今日もよろしくお願いいたします。今場所の総括だよね。うんまあ、相撲はね。ずっと初日からずっと見させてもらって。まあまあ相撲ファンとしたらまあ。案外結構みんなが負けてくれて。まあ14日目まで、うん、あの誰が勝つか分かんなかったけど、うん？ 千秋楽ねやっぱちょっとがっかりしたのは千秋楽の最後の相撲かな<ー>うんやっぱもうなんかねえもうなんていうのかなもうそんななんていうのこう無気力相撲の最後の最後の相撲とかあんな見たくないよね。ももううななんんかか見ててなんかもう もうそれだったらもうだって千秋楽なんてうの負けてもいいからねえ佐田の海当てたりした方がやっぱりいいんだろうけどやっぱりなんていうのやっぱ上位に当てなきゃいけないとかいうのがまああるんだろうけどまあでも実際に組んでるのがねえ <laughs> これもう。 俺がまあこれ言ったからって言って教会が俺を訴えても全然構わないけど俺の本心で言うよ <noise> だってそれをね番付割り返ししてるのはだって旭富士じゃんもうそれねもう絶対硬いとこ入れるじゃん。でまあこれまあ順当にいけばだ高野省とじゃああのー。 ノの,富士の優,勝優勝決定戦あ思うけどこんな相撲って何があるか分かんないじゃん。うん、だから、まあ、佐田の海はやっぱり一生懸命、ね、やるしだから隆の勝も一生懸命やるからだって勝ち負けはだってそんな10対0なわけがないから、うん、<music> そこでもうねもう結局。 もう楽しみに見てたのがもう14日目15日,の15日目のね、あそこでだって勝てば優勝決定戦だろうけど負けたらもう決まったなって思った、うん。まあ見てる人間はやっぱり優勝決定戦まで、うん、行けばいいけどやっぱり。まあね もう昔からのやっぱりこう風習だろうね、もうそれ名残でやっぱり、やっぱりねえ、やっぱ横綱とかだったら何番か助かりがあるだろうから、助かりで12勝してんだから、やっぱり、なんか俺的にはしっくりこないよね。やっぱりそれは組組みみ合合わわせせのの目をまあ こう審判のあり方っていうことをまた次の週に話すけれども今回だから総括でねやっぱこう一生懸命こう下の人間がまあオセロで言ったらこうね白がどんどん増えていったのがね黒になってきたらもう黒がね黒はどういうことかっていったらね一生懸命真面目にやってるオセロの白がどんどん増えてきたとしても。 黒は一瞬ににして黒になるから心のやっぱさ人間ってやっぱりこうやっぱ一回だからそこにこのあり地獄にはまればもう抜けれないから一、うん、回やっぱもうねえどうしても勝ちたいとかねえどうしても勝ちたいとか言ったらいいよとか言って言ってくれたらそしたら人間弱かったらどうなる 栄一君あすぐあ、いいんですかそうそれやっぱり意志の弱い人間はそういうならない、ね、それを見てみるのにしてるけどね、うん、これはもうだってもう永遠のテーマだからこれ相撲協会が戦っていかなきゃいけないテーマなんだけどそれを一番トップがそういうことをだってやってたら言えるに言えないじゃん、うん、言えるいや言えないです、ね、口ではやるなよとか言ってやっちゃダメだよとかって言うけど だって、実際にはそこまでしか言えないじゃん。それを、うん、うん、決まり事を。ちゃんと作ってしまわないと。はい、うんだ。だ、実際にだって。いや、もしやってなかったとしてもやだよ。いや、俺やってないしって言ってても。でも、あんな相撲見てたら。あの、なんていうの、無気力相撲。立ち合いが待ったで、なんかそれっぽく見えたけど。だって、相撲はだって、もう。 ねえうん、もうやっぱオランの時だったらもう最後の一番優秀の美を飾って最後はだってこ,うここまで盛り上げてくれたんだから、ね、もう腕がちぎれても、ねうん、絶対勝ちに行ってやろうとかね、うん、そお客さんが喜ぶんならばとか、うん、だってまた優勝決定戦がまた増えて喜ぶんなら一発勝負してやろうとかねそういう気構えがないもん。 だからもうやっぱ御嶽海とかも人気はもうだってもう出ないあれじゃいくら勝とうがだってうんちょっとね最後はもう,もうまあもう決まってんだなと思うとなんか、うん、決まってない方としても決まってるような相撲を取ってたらまあまあがっかりするよねだって 最後の、だって、ねえ、だって、相撲の解説者がさ、前の海がさ、だってもう、最後の一番は、まあ100、100%照ノ富士ですね、とか言って、言ってんだもん、だって。俺聞いた時、もう笑っても多分ね。あだからもうそんな、もう誰が見てもわかるよね、ってって。最後に、照、あの、なんていうのあの、高野署に、 勝ってもらいたいたよねそれで優勝決定戦してもらいたいですよねって言ってていきなりポロッと負けたらいきなりもう終わ,終わったのにやっぱ話すり替えなきゃしょうがないもんね。ビデオで見たら分かるよそうやって「ああ俺の言ってることはそういうことか」とか言うの分かるしまあまあそういうことだよねだから今回まあまあね、うん、まあ弱いわけじゃないだろうけど。うん まあ今回一番ね佐田の海やっぱちょっと荷が重いだろうとか言ってたけど23番もし運が良くてねこの15日間で一山本っていう力士と相撲を取った時あったわけ佐田の,の海がね。でその時にだから勝ったと思ったやつがピュッとこうかわされて佐田の海負けたわけ。 まあそ,のそういう一番とか,そのなんかもったいない一番が12番あったんだけどそういうのを拾わない限りそのなんていうのその優勝っていうまぐれの優勝っていうのはなかなか拾ってこれないよね俺らの時もそうだけどなんか俺らの時だったら俺が優勝した時だったら武蔵山に、うん、武蔵山足で滑って俺勝ってたんだけど。 その時に滑ったりこう運がいい勝ち方ってあるじゃん。もう負けるべくして負けた2番があって運がよく勝った1番が何番もあったと。それで初めてこう優勝っていうその運気が上がってくるわけであってだから絶対勝たなきゃいけない1番を落としてしまうとなかなか優勝に程遠いよね。いい言葉だなと思うことが一つあって佐田の海が 35歳今が一番僕は強いです」とって<ー>ねえいい言葉だと思わないで、はいね、もう普通もう35歳でやめてる力士は大半なのに、うん、今,今が今一番充実します一番強いですと、うん、さあ,あと親方が他優勝を予想してた玉町駅が。うんうん 応援した途端にに連敗そそうそういう,そういうことになるじゃん <laughs> 俺は俺だからまだ8勝7敗で終わらないでよかったなと思って9勝6敗で <laughs> まあでもそれでも一生懸命やってんだから別にそれはそれで一生懸命やってるからいいって問題じゃないけどでもそれはそれでまあ玉鷲好きな人いっぱいいるわけだからモンゴル人だけどモンゴル人に差別するわけじゃないけど。 うん、いっぱいファンもいっぱいいるわけだからだからそこでやっぱり一番一番だから大事に取っていけばいいんじゃないですかそれはもう全然応援してるからまあ王鵬はまた次の機会にしようねちょっと言いたいこともいっぱいあるからうん。王 あ今一つ頑張りが少ななないいいんじゃないかみたいなあまあそんなもんなんだって相撲って昔なんかだから大関は10勝とか9勝とかしててもやっぱ大関ご所会があってそこでうまく調整しながらで稽古場なんかだって関脇のねあるお相撲さんがさこんな弱い相撲取りなんで大関いいんだとか言っていうような形でも大関に入れるわけだからうん。 だまあそれは昔の,その相撲協会の流れであって今これからやっぱ変えていかないとやっぱみんな見てるわけだからもうそっぽ向かれないようにやっぱ一生懸命やっていかないと無理だと思うしそれはそれで文化だって言われたらもうそれで終わったらもうこの YouTube も,もう終わらなきゃしょうがないし。 ねこれ物につかないのとか物につくのとかそういうのいっぱいあったじゃんそういうのを親方で審判部にしたらいけないのに理事長アウトだよねそんな人はもう審判長やってんだからもう,もうやめてくれよって頼むかなって。